新足屋古墳は、大阪府水田市新足屋上にあった古墳。形状は豊墳。出土バグは、大阪府指定有形文化財に指定されている。現在では、墳丘は失われている。大阪府北部、千里丘陵の南東園に築造された古墳である。1978年の宅地造成中に、発見され、水田市教育委員会により緊急発掘調査が、実施されている。 噴径は、方形で、一辺、約20メートルを測った。主体部の埋葬施設は、横穴式木芯粘土室で、内部に、組合式毛型石棺を据えた。こうした、埋葬施設は、焼成を受ける例が知られるが、本古墳の場合に焼成は認められていない。石棺の内外では、人骨のほか、副葬品として、バグ一式の他金管、銀管、鉄塔、 玉類、末期、弾きが検出されている。石棺前には、末期等が2箇所に分かれて整然と置かれ、早々儀礼を示唆するほか、バグは、鉄地コンド張りの豪華なものである点で注目される。この新アシア古墳は、古墳時代終末期の7世紀前半頃の築造と、推定される。謎の多い横穴式木室を埋葬施設とする点で珍しく、 加えて内部に石棺を収める点では、全国で唯一の例であるとして重要な古墳である。また、同種の木室墳には、杖駅鎌跡群との関連を指摘する説があるが、本古墳の場合にも、近辺の鎌跡群との関連が認められる。出土バグは1991年に大阪府指定有形文化財に指定されている。ありがとうございます。